Who you suckers think you're tripping with? Yes, I'm the boss. てね、急いで終わらせるね。できた。聞かせて、村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？どういうのがいいかな。異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。もう一回あの化け猫さん、なんでもよさ。ティーファちゃん、今日はいつ頃店開ける？さあ、着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも、労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティーファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか、
じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。くれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざってお預けるわけだから。それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。
た女だったな。黄色い花か。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦楽。ビックス早すぎ。無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそっすよね。ああ、余計なことを忘れて集中できるぞ。こういうの久しぶりだね。あいつらなんだ。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい、まったく、うちのボスは人使いが荒いぜ。その分役得もあるけどよ。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200、300だ。ちゃ、まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか。見てんじゃねえ。 OK、 邪魔だ。
子どもの視線がうぜえな。ゴールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。当たる。こっちの木だ。集中していく。行け。引き乱す。貫く。関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。おい、このシミは血の跡か。どうした、商品を譲る。やるな、何でも。最近たまあいつがバケネズミよ。
マコーロ壊れてもこんなもんか。弟が一番マコーロを守ってる兵士なんだ。エレンは無事なのか。何でもやってすごかったのね。どこで干しても洗濯物がほこり。何でも屋さんだ。ジロジロ見るんじゃない。よっ、町一番の何でも屋。頼りにしてるよ、何でも屋さん。自警団が見回り強化してくれる。おかえり、遅かったね。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お、手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろう。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？ああ、いない。うん、うん。じゃあ、みんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。ヘイ、アネゴ、行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。はいっす。
聞こえる？ああ。上に行く理由、ビックスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか。うん、でもあれは願望、やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だな。そこでクラウドの出番。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ。偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか。でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね。ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる。遠くを見てれば酔わない。楽しそうだな。そりゃもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。下ろすぞ。もしかしてこっちも足りない。
開始するとのことです。了解。やつが来るのか。やろうな。やつが来る前に終わらせよう。巻き込まれるのはごめんだ。そうじゃない。買うのか。シャトへお願い。ああ、二人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。やらせんか。クラウド、頼む。クラウド、急いで。Yeah!
タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。ジェシー、ハンドルを頼む。え？あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ！やったな！やったっす！まだ浮かれない！増援が来る前に隠れるよ！残念。何の話だ。運転。勝手に採点するな。クラウドはもっとうまいと思ったのに。タンデムは慣れてない。次クラウドが後ろね。嫌だ。じゃあ次も私が後ろってことで。ほら見えてきた。あそこから行くよ。